福島グルメ Q 3回目の挑戦です。このカゴの中の福島グルメを当てることができたら食べられるというものです。では早速キーワードをもらいたいと思います。はい、もらいました。今日のキーワードはこちらです。南相馬市高野倉お酒のあて味噌。キーワードだけだと正直何かさっぱりわからないんですが、社内の人に聞きに行ってその上で当てることができても OK ということなので、今から5分間聞きに行ってみたいと思います。お酒のあてとあるので、私も大好きなお酒、きっと好きかなっていう人に聞いてみたいと思います。いましたよ。お疲れ様です。みゆきさん、突然すみません。福島グルメ級なんですが、私はご協力いただくことできませんか。ちなみに今日のキーワードは、なんか難しいって聞いたんですけど、そう、なんか私もさっぱりわからなくて、南相馬市高野倉お酒のあて味噌なんですが、ピンとくるものあったりしますか。ありますか。教えてください。名前、お前はわかるんやな。名前なんか言われました。わかるよなって言ってた気がする。あれクリームチーズのやつじゃないの。クリームチーズのやつ、クリームチーズの なんて言えばいいんだろう。味噌ってことはなんか味噌とチーズみたいな感じですかね。そう、味噌のクリームチーズ的なやつ。ほう味噌のクリームチーズ的なやつ。名前、これもうお店の名前じゃなかったっけ。あ、そうなんですね。ごめん、そこ名前まではわかんないかも。ありがとうございます。クリームチーズですね、うん、ちょっとこのキーワードをもとにセルフで名前を作っていきたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます、はい、突然すいません、はい、ありがとうございました。ヒントにあったのでクリームチーズ味噌ね。ちょっと他のヒントじゃわからなかったんですが、味噌とあったので、まあ、シンプルに合体させてみました。合っているんでしょうか。カゴをオープン。ん？あ、惜しい。すっごい惜しいです。クリームチーズの味噌漬けでした。これね、見たことありました、お店で。おお。中は味噌がしっかり入ってますね。お、およよ。これでいいの？あ、出てきた出てきた。うん、お味噌とチーズの香りがします。うん、美味しい。うん。初めに味噌の香りが口に広がるんですが、噛んでいくと今度はクリームチーズのコクが後からやってきます。でこれ味がまたしっかりしているので絶対お酒に合うと思います。そして正解メモをいただきました。南相馬市缶の漬物食品高野倉のクリームチーズの味噌漬けです。うん、南相馬市の高野倉っていうところの商品なのでこのヒントだったんですね。で1940年創業、南相馬市鹿島区にある缶の漬物食品高野倉の人気ナンバーワン商品。これまで豆腐の味噌漬けが知られていましたが、震災をきっかけに新しいものをと開発された商品です。和の味噌と洋のチーズを融合させた発酵コラボ食品。これすごいですよ。お取り寄せランキングで全国2位に輝いて、王様のブランチでも紹介されました。でお酒のお供にもおすすめとのことです。うん、すっごく美味しい。うん、初めは味噌の風味がしっかり感じられるんですが、後からクリームチーズのコクが追ってくる感じです。うん、濃厚で、また和の味噌と洋風のチーズこんなに合うんだなと驚きました。うん、お酒が飲みたい、日本酒が欲しい、そんな味です。